アジャスターになってるんです、うん、なので太ったり痩せたりすることができますすごいすごいドドチューブでーすはい、本日は久しぶりのマリヌさんに会ったので、はい、獅子食いの紹介をしていきたいと思います。やってまいりました獅子食い紹介なんですけれども、今年はですねニットを割とバババッと京都のポップアップに向けて発売しておりまして、もうなくなっちゃったものとかありますので、それを省いてしっかりと在庫があるもので紹介していきたいと思います、はい、でもね暑いの。わかります。何これ。半袖です。半袖だよねと同時に私もしかしたらのもしかしたらなんだけど、うん、更年期ちゃんがあるのか知んなくて暑い、結構吐きそうになるの、暑くて、うん、っていう事件がこの秋からやってまいりました、はい、ハンドメイドニットは去年も出していてすごく人気だったのと、私はこういうちょっと丈の長いものにブーツを合わせるっていうのは去年ぐらいから気分でこういう合わせ方をしておりますけれども、うん、はーいみたいなハンドメイドニットです。はい、続きまして、こちらはロングスリーブシアーホワイトの、カットソーなんですけれども、透けさせたかったでロンティー欲しかったっていう感じで、いろんな重ね着にも合うんですけれども、こういう風にブラを透けさせてヘルシーな感じで、であとペインターパンツって、これ結構昔から寝かせてやっと発売になったんですけれども白と黒とブルーがあるんですけれども、こうワントーンでスタイリングしてもいいんじゃないかなっていうところでございます。これ、うん、一番小さいサイズです。で、今日はちょっと色のバリエーションとサイズ違いをいろいろお見せしたいと思ってるんですけれども、これ一番小さなサイズを履いています。はい、はい、続きましてペインターパンツの34を履いてみました。さっきのは32、色を変えたのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、ウエストがちょっと大きくなってるのと、丈も少し長くなってる。身長何センチでしたっけ。163から4を行ったり来たりこれ後ろにボタンがこうあってアジャスターになってるんです。なので太ったり痩せたりすることができます売りポイントはいです。すごいすごいすごいの太ったり痩せたりできる。先ほどあの白いシアーなロンティー着てたと思うんですけれども、それの生地違いでリブになってるロング T シャツがありましてですね、重ね着してます。サイズ違いを重ね着してますか。うん、同じです。よくあるじゃないですか、あの紙袋、大きいものを重いものを買った時に同じサイズの紙袋を2枚重ねする、そういう感覚で今重ね着しておりますはい、続きましてペインターパンツの36を履いてみました。また色が変わったので分かりづらいかもしれませんが、ちょっと丈がまた長くなってるのと、後ろがウエストをこう締めないとそろそろこの私でもズルッとなっちゃうよみたいな感じで1個ずつ小さくしました、はい、34で良かったんじゃないかなっていう話になると思うんですけど、うん、ここであの個別指導させていただくと、はい、とにかくダボっと履きたい、オーバーサイズに履きたい、だけどウエストはギュッて締めたいっていう人のためにこのボタンがありますので、ジャストサイズよりもとにかくゆる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 させたいっていう風に考える方はこういう風に履いていただくことをおすすめします。ロングスリーブシアーなんですけれども、またこれもさっきの紙袋水とかワインを買った時に2枚重ねしてくださる紙袋の手法で重ね着しております。かわいい、そのカラーリング。かわいいでしょ。珍しいブルーっていうか。どれ。そのその上の。あ、上のね。はい、このブルーも綺麗じゃない。確かに。フェイディットブルーって言って、はい、ブルーがフェードしてるっていう感じなんですけれどもこれは結構パキッとしてますよね、はい、このブルーは。なんか獅子食いで珍しくないですか。確かにパキパキしてないからね、うん、なんか私のパキパキしてるのは私の性格だけっていうここはちょっとニュアンスカラーでいきたいなって、はい、パキパキしすぎちゃってるんで、はい、いや、そんなことないか。YouTube を見てる方、私のことどう見てんだろう。コメント欄で教えてください。パキパキしてるのはニュアンスなのか。はい。はーい。続きまして、ペインターパンツ38を
履いてみました。なので後ろをめっちゃギュンギュンにしなきゃいけないです。一番小さくしてるでもこのギャザーも可愛くない？丈も長くなるから、さっきアディダスのペタンとしてるスニーカー履いてたんですけど、はい、ニューバランスのこうボリュームがあるスニーカーにしないとついちゃうのかなっていうぐらい、丈も1センチずつ違うんですよ。サイズ違いでこうちょっとずつ長くなってるので、ワイド問題はワイドであればあるほど可愛いなと思って、自分だとこの一番大きいのをこのギュンとして履いてるって感じです。かわいい、その着方。かわいいでしょ、はい、これが、幻のフラッシュドっていう、すぐ売り切れてしまったスウェットも再販になるので、こういう組み合わせにしてみました。何色展開？3色展開で、白、黄色、黒。これは白です。はい。本当にクラッシュしてて、交通事故あったんだろうなっていうぐらいの感じです。かわいい。はい、続きまして、パラシュートパンツのご紹介なんですけど、私は夏ぐらいから履いてるんですけど、やっとこれも発売になりまして、クリームという色、新色です。綿の素材は今までのパラシュートと変わらないんですけれども、新色で、このクリーミーな色がとっても気に入っている、そういう、パラシュートパンツでございます。上は、ボリューミーというニットで、とにかくボリュームがあるよ、そういうニットでやりたいと思ってます。はい、続きましてニットとパラシュートパンツの紹介なんですけれども、こちらはアイテム名ニット NIT と書いてニットなんですけれども、こちら袖がちょっと大盤振る舞いになってたりとか、あと肩が落ちてたりとか、いろんなところにデザインを入れて、ここがこうたるむようになってたりとかっていうニットでございます。パラシュートパンツはさっきと全く形が同じなんですけれども、シャカシャカ素材でナイロン素材で新発売しました。こちらも履いてるスタッフがいるんですけれども、濡れるそうです。なので冬にはいいはずです。風通さないし、こもるっていう意味なので、色がとっても気に入っていて、この焦げ茶、なんとも言えないこの焦がしバターのような焦げ茶。そうですか。焦がしバターはクリーム色だよ。焦がしせんべい。焦がし、なんだろう、チョコレート。チョコレートだね、はい、第1弾のパラシュートって、私、はい、幻のパラシュートパンツって呼んでるんですけれども、はい、アップデートされておりまして、さっきのクリームもそうなんですけど、はい、オープンになってます。あ、マリナも幻持ってます。幻はこれですもんね。幻はここボタンが、ここで、はい、なんかいろんなもの入れなきゃいけないんですよ、はい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 。で、こっちはもう飾りにしてるので、なるほど、役立たず。で、逆にこっちがポッケになっておりますので、なんかチャッと入れたいクレジットカード、はい、鍵などすぐ入るようになっております。はい、なんならですね、 XS が発売になるんですけれども、これが配信になる日にはまだ発売になっておりません。具体的なことはまだご連絡します。サイトを見ていただいて、サイトを見ていただいて、このパラシュートパンツ本当に気に入っていて、気分中の気分でやらせてもてます。ちなみにドドさん今何サイズ履いてるんですか？一番大きいサイズです。 M で、S と M しかなかったので、S でも大きいっていう人がたくさんいて、XS を作ります。はい、続きまして、ジャンプスーツが、なんかしれっといろんな生地で出してるんですけれども、太いコーデュロイっていうのを最近発売しておりまして、こちらもとっても気に入ってるので紹介させてください。シアのこういうトップスに合わせたりとかして、はい、とっても、可愛いです。こちらワインケースバッグなんですけれども、はい、シシクイ関係ありませんけれども、関係ないんです。マルベリーなんだけどさ、可愛くない？すごい。人ん家に行くときに、やばすぎます。やばいよね。おしゃれ、おしゃれすぎない？文吾とか持ってんの、こういうのハローみたいな感じでやってくんだけど、うんうん、やっぱおしゃれなのよ。確かに。だから憧れてて、やっと見つけた、かわいい、なんか文吾に勝てる感じです。ベトナムかどっかで買ってきた、わらのワインケースなの、うんうん、それも可愛いんだけど、やっぱマウントを取りたい場合はこのレザーかなっていうところで、マルベリーで見つけました。ローファーを出します。なんと春田様のコラボでございます。春田様に関しましては、私の歴史を言わせていただくのもちょっとあれなんですけれども、私その獅子食いをやる前からいくつかブランドやらせていただいてるんですよ。27歳の時にディレクターとして、ボニースプリングスというブランドを発表させていただいたんですけれども、その時代から春田様とコラボさせていただいておりましてですね、もう長い付き合いでございます。もう20年も経たないぐらい、この時からこの春田をコラボさせていただいておりましたので、それを知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その時からやらせてもらってるローファーを今回も発売させていただきました。はい、
続きましてローファーのベージュを履いてみたんですけれども、とにかくシンプルなデニムが合うよっていうのが言いたかったんですけれども、特にこのうちのシグニチャーデニムとでも言いましょうか。ベーシックデニムで一番最初に出させていただいたデニムが今もなおとても人気なんですけれども、産後太りとでも言いましょうかねっていうところで、私は24だったんですよ、はい、デニム、はい、私世代じゃない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、24が一番人気だったんです、うんうん、でそんな中私今26なんですね、はい、産後太り24か26かで丈が微妙に変わるのよ。あで私はちょっとだけ足首が見えるバランスが好きなの。そうですよね、もうちょっとこうしたいんだよね。だからその痩せるのか竹詰めするのかどっちなんだっていう話になってくるんですけれども、はい、とりあえずトリマ竹詰めします。もうさ、産後すぐなんだから痩せるはずないじゃんってよく言われますけども、産後すぐでもなくみたいな感じなんで、はい、ちなみにそのローファーのこだわりポイントは何かありますか？とにかくベーシックです。変わってないんですよ、その20年前ぐらいにやらせてもらってたところから。変わってないっていうところも、その私の好きな老舗ブランドならではの、その買えない150年前からあるせんべいを今もなお同じ味で勝負している、はい、それはもう洋服も靴も一緒ですから、私のこのベーシックデニムを150年持っていただければなーなんて思ってますけれども、でニットのお話なんですけれども、これはボートネックっていうアイテムなんですが、去年はこの同じ形でハイネックがあったんですね。で今年はボートネックにしました。横がこうやって割れてて、デニムにローファーにシンプルを極めた人みたいな感じで、私は一番好きな人種です。はーい、皆さんさようなら、バイバイって感じなんですよ。ボリュームにさっきの色違いのネイビーグリーンを着たのと、ローファーのネイビーを履きました。でネイビーと黒がですね、ほぼわからないんじゃないかぐらい、ネイビーが黒いネイビーです。じゃあね、バイバイ。